こんにちは。皆さんこんにちは、日本パントマイム協会理事の小島屋万助と言います。幹事の羽鳥久代です。はい、今回ジャパンパントマイムネキスト、はい、2022、はい、ということで12月に開催されます。はい、まあパントマイムね、はい、この3年間まあ皆さんみんな一緒だと思いますけど、はい、なかなかいろんなことがうまくいかずに、はい、公演もできずに、はい、大変苦労しました。はい、このままねパントマイムがこうなんだろう消滅はしないけど、はい、勢いがなくなってしまうのは大変寂しいです。寂しい。なので思い切ってね協会としても、はい、ここでまたみんなを集めて、はい、パントマイムの日を絶やさないように頑張っていきたいということですかね。はい、はいはい、ぜひとも皆様のご協力をよろしくお願いいたします。で今ですね私たち韓国に来ております。はい、韓国と、まあ、日本のパントマイムの人たちの交流は、はい、もう30年近くなりますね。はい、ずっと継続して、はい、呼んだり呼ばれたり、一緒に物を作ったりしてたんですよね。はい、それがまあ、コロナでちょっと途絶えてしまいました。はい、で今回また韓国のチーム、はい、インチョンのキム・ウォンボンさんをお呼びすることができました。はい、うん、でまあ日韓関係いろいろ言われてますけど、こうやって舞台を通して仲良くするっていうのはとってもいいことだと思うので、はいはい、それもとても嬉しいと思ってます。はい、そういう意味でも、ご協力皆さんいただければとても嬉しいです。はい、では頑張ります。